は野田チャンネル。あたまたまたけだいやめっちゃうだい、ありがとうございます。リッチがエストリックさんに勝ってよだんということで、見せたいと思います。買ってきちゃった、ちょっと待ってくださいね。どれからいこうかな、これかな。前回も買いましたね、好き好きセットのやつ、開いてないですね。80円です、ね、もう一個あった、びっくりしたから、これまず買っちゃいましたね。でも最近のですね、超あのなんか CG のクレヨンしんちゃんのやつね、これやっぱりうちの子にもう一回見せまして、買ってきたからね、見て、あ、いや遊びたいんだけどこれって言ってたんだけど、これ開けちゃったら終わりだから、これ、面白くないよってうちの子にはね、ただのコマでくるくる回るやつだよって言って、ね、ベイブレードの偽物みたいなやつだよみたいなね、言って、これ開けないってことね、これ開けちゃったらもう終わっちゃうからね、何が入ってるか分かんないのが楽しいというね、はい、ということでございます、ね、はい、でこちらね、一番くじのマリさんのね、色紙です、未開封、ね、こんな風に袋に今入ってるのね、だから昔はね、封筒みたいなやつに入ってて中分かんなかったけど、今分かるようになったんですね。やっぱ1回のくじが高くなったからかな、昔はね500円ぐらいでしたよねこれね、うん、ってことはこれ80円ね、ってことでね、探したらね、アスカの方が安いっていう、どういうこと、55円、そんな安いの今、一番くじやる人少なくなっちゃうね、こんなね、ならじゃあ買っちゃった方が安いなっていうね、という感じでしょうか。はい、これもね、よく駿河屋福袋でよく出てきますけども、五等分なんでもね、55円、はい、50円ってことね、これも一番くじでしょ、これ700、800円するでしょ多分ね、はい、ということで安いなってことでこれも買っちゃいました、ね、ローさん、なんか顔がなんか、こんな顔だったっけって思うんですけどあのワンピース、これ一番くじですね、ラバーストラップね、はい、次はワンピースというかね、こちらもですね、50円、これも一番くじ、なんかゲームかなんかですよ ね、これ50円なんでね、思わずラバーストラップね、買っちゃいました。そしてね、これラバーストラップ、同じラバーストラップなんですけど、80ポフ、いくらですかこれ、5円、10円ぐらいですか、ちょっと分かんないんですけど、よくわかんない、いくらの、いくら引かれてるかちょっとよくわかんないですけど、まあ、とりあえず買っちゃいました、 80% 引きってことで、もうほぼタダみたいなもんじゃないみたいな、ね、タダではないですけどね、こちらもそれ100円の 80% 引き、20円ぐらい、ね、東堂さんの顔隠れてますよね、ということで、ね、まあ人差でもですこれね、まあなんかすごい安いよねこれね、ということで買っちゃいました。そしてですね、最後はですね、こちらでございます、ね、300円でこんなでかいやつ、ね、クレヨンしんちゃんの白でございます、ワンちゃんね、ワンちゃんのソフビ、あ、映ってなかった、ソフビの、ね、貯金箱ですね、バンクだからね、で白の手招きポーズから、だから招き猫的な感じでね、なのかなと、勝手に思ってますね、よくこんな UFO キャッチャーこんなでかい取れたね、と思いますけどね、でこれもうほぼでも後から付け足しじゃないみたいなね感じで、これでもちろんテープ止まってて中見えなかったんですけど、300円だからやっぱ多少汚れててもしょうがないなと思ってね、開封済みだったから、でほら特にクレヨンしんちゃんちっちゃい子が多いから好きな子ね、ということで開けてみました。ただはい、思ったより綺麗、思ったより綺麗じゃないですか、っていうかほぼ使ってなくないみたいな、ねえ、白だけにやっぱり、白い綺麗です、ね、貯金箱ね、はい、こういう感じで、ね、お金も、出てくる、これね結構これ300円だと安くないかなと思ってね、で特にほらクレヨンしんちゃんなんてもうね、だいぶもう多分最終回ないんじゃねえぐらいまでね、まだまだ何十年も続くんじゃねえかなっていう感じがどうしてもねしますから、これはね、買っときました。
ということでね、これね、ほら 80% オフあるじゃないですか。セール 80% オフはなんか120円引かれてるね。なんかよくわかんないけど、ね、あったんでしょうね、ピッてやってたから、ね、ということで、まあこれね、なんだかんだ言って TikTok に先に上がっちゃってたんですけど、開封動画ね。はい、というわけで、これだけ買ってね、ごめんなさい、これこうしようか、ね、これだけ買いまして、いくらでしたっけ、全部でね935円ね。はい、ありがたいね。これなんかさ、ペイペイとかとかでさ払ったらさ、ポイントとかもらえるでしょ。よくわかんないんですけど、俺は現金しかちょっと支払いができないのでやったことないんですけど、ということでね、これ1000円かかってないって安いんじゃないかななんて思いまして、ね、という感じでございます。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない、俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライター、オーマイライター、ライターライター、100円ライター。